ねえ、ずんだもん。悪いんだけど、ナプキンを貸してもらえないかしら。今日、薄いのをつけてきちゃったんだけど、思った以上に重くてね。いいのだ、貸してあげるのだ。ありがとう、恩に着るわ。ふぅ、危なかった。いつでもナプキンを持ち歩いているなんて、ずんだもんもたまには役に立つわね。その日の夜。メタン。あら、ずんだもん、昼間はありがとうね。助かったわ。よかったのだ。それじゃあ、ナプキンを返してほしいのだ。はえ？僕は貸しただけで、あげたわけじゃないのだ。そう、そうね、そうだったわね。別のメーカーので悪いけど、一個新しいのを持ってくるわ。違うのだ。新しいのじゃなくて、僕が貸したナプキンを返してほしいのだ。でも、それはもう使っちゃったのよ。ごめんね。使うために貸したのだから、使っていいのだ。その使用済みのナプキンを返してほしいのだ。何を言ってるの？捨てちゃったわよ、もう。ゴミ箱を漁らせてもらうのだ。ちょっと、ずんだもん。いい加減にして、勝手に上がらないで。いい加減にするのはお前なのだ。貸したものを返さないのは泥棒なのだ。確かにそうだわ。ごめんなさい。はい、これよ。すっごい臭いわよ。おお、本物なのだ。本物の経血なのだ。匂いを嗅ぐのだ。くんかくんか。うげー、ゲホゲホ、うげー。確かにものすごい臭いのだ。腐った魚のような匂いがするのだ。だから言ったじゃない。もう。バカ。僕は今までどうしてこんなものに夢を見ていたのだ？